3位から5位ぐらいまでに入ってないとあとは買収サイトおしまいだと思います小さなところは結構しんどいのかもしれません、うん、大きなところがさらにコンソーシアムを組んで多分日本だと三菱商事が今一番、えー、それをやり始めていると思うんですけれども、うん、そういうコンソーシアムができていくつかの大きなところだけ生き残っていくのかなっていう気がします、うんうん、なるほどなこれはまた辛い話だな <laughs>